レティシア・カスタは、フランス出身の女優、女性ファッションモデル、脚本家、映画監督、ユニセフ親善大使、ウールケンポン王で育つ。父親は、コルシカ人。15歳の時に、スカウトされて、モデルの道へ進む。ビクトリアズ・シークレットや80以上の雑誌のカバーを、飾り、ラルフ・ローレンや、イブ・サン・ローランなどのトップブランドのモデルを務めた。 フランスでは絶大な人気を誇っており、フランス全土の視聴者に飾られるマリアンヌ像のモデルにもなっている。ヨーロッパでは彼女の魅力の一つでさえあったが、歯並びの不正のため笑うと、前歯の歯茎が出るところがアメリカ人の美的感覚には合わず、笑わなければ美人、口を開けたら残念な顔という評価になり、北米での人気がブレイクしなかった。現在はパリに在住している。 2001年、フランス人カメラマンのステファン・セドゥナウィとの間に長女を出産。2006年8月、イタリア人俳優、ステファノ・アコロシとの間に長男を、2009年には女児を出産している。2015年より、ルイ・ガレルと交際し、2017年に結婚した。ありがとうございます。